守るんだ、きっときっとの輝く笑顔のため、明るい富山の未来信じて行け。みんなこんにちは、キトキト戦士キットムーンです。庄川と三居が織りなす花と緑の町、砺波市に行ってきました。少し泣きた、みんな富山県の花知っとる？私の胸のマークにもなっているチューリップ、2022年4月22日から5月5日まで砺波チューリップフェアが開催されます。暗闇の中、きっときっと戦士が走り出すよ。進むんだ、笑うんだ、それが本当の強さ。心に秘め公園。ちょうど桜が満開で綺麗でした。この橋、割り箸でできとんないと。手探りの中、月の光たどり立ち向かうよ。走るんだ、それが今できること、信じてみよう、笑顔の力、君とならできるはず。どんな敵も恐れず、きっときっとの富山を作り出せ。富山の未来は私のものだ。そんなことは絶対にさせない。富山の未来とキトキトの笑顔は私が守る。何者だ？キトキト戦士キットムーン。うつむかないで。三居村とか砺波平野一望できるとこ探しとったわけど、なん見つからんで、三居村ミュージアムに来ました。届け、進むんだ、笑うんだ、それが本当の強さ。心に秘めた眩しい炎を守るんだ、きっときっとの三居村、庄川、みんな覚えてね。砺波市、いいとこやったやろ。いっぺん遊びに来てみられ。ゴールデンウィークは砺波チューリップ公園に遊びに来てね。